ビクトール・ファイファーは、オーストリアの元フィギュアスケート選手。2006年トリノオリンピック、2010年、バンクーバーオリンピック、2014年、ソチオリンピックオーストリア代表。名は、ビクトル、ビクター、セイは、フェイファー、プファイファーなどと表記されることがある。1987年5月16日、オーストリアのグラーツで生まれる。子供の頃からチェロを習っており、 作曲もするという。8歳の頃にスケートを始めた。2002から2003シーズンのオーストリア選手権で優勝し、翌2003から2004シーズンから ISU ジュニアグランプリに参戦し、2004から2005シーズンから世界選手権と欧州選手権にも出場した。2006年トリノオリンピックではフィギュアスケートで唯一のオーストリア代表選手として出場した。 鳥のオリンピックの後、振付のために渡米したまま残留。オーストリアでは、スケートと勉強を両立する環境が整っていないためにアメリカ代表としての国際競技会出場を目指した。また、2007から2008シーズンには全米選手権地区予選会に出場したが、本戦に進むことはできなかった。2007年12月から、プリシラヒルに指示。 2008から2009シーズンは、所属をオーストリアに戻し、国際競技会に復帰した。2009年オンドレー・ネペラメモリアルで、シニアの国際大会で初めてメダルを獲得。2013年も欧州選手権では、SP、FS ともにパーソナルベストを更新し、自己最高の8位入賞を果たした。2014年5月、引退を発表した。ABCD ビクトールファイファーに気ぶりのカムバック、ワールドフィギュアスケート35新書館、2008年12月、P79、小坂秋編、カラーズ2007フィギュアスケート男子特本青葉出版、2007年3月、P114、フィギュアスケートデイズ、プラス男子シングル特本2012インター P、80から81、WFS35 のインタビューでは、アメリカに残った理由を、 僕のスケートにとって辛い時期の話なので、そこで何があったのかはあまり話したくないと語っている。ファイファー HNGT 大手アンデンネイグル、バンクーバーオリンピック最終予選、国際スケート連盟主催、ありがとうございます。